全ては100番森本裕介に託されている。厳しい1年2020年、残った最後の魂、最後の希望、パイプスライダー5.3m、少しずつ近づいていく。さあやってきた、天国と地獄を分ける最後の審判、いけ。闇夜に山田一人ぼっち。左右のバランスが崩れると、いきなりバランスが崩れると一方のバーのバランスが崩れてしまいます。さあ左右のバランスをうまく持っていかなきゃいけない。右が左が前方に出てしまいますと、いきなりバーが外れてしまいます。下は沼地、下は沼地、たまり水。さあ足をかけて一旦のぶ、一瞬のブレイクゾーン、45度角で突き出ております。このバーを伝いまして、次なるまたバーへと移行しなくてはなりません。腕のあたりをかばっております山本慎吾、握力は左右ともに65キロ以上と言われております。さあこっから長い距離、あのレールをパイプを渡していかなくてはいけません。まさしく肉体のみで勝負しております。この第3ステージは自分にとって五分五分の確率だろうと非常に沈着冷静なことを語っておりました山本慎吾。ファイナルステージまで駒を進めたいところでやりましょう。さあぶら下がった、片口海南にかなりの負担がかかるが、運んでいく、運んでいく山本慎吾。緑色の沼地に自分の体を放り込みたくはない。いけそうだ、いけそうだ。さあ、いきなりの落下、こういうことが起こるのか。反動をつける、あともう少しと思った瞬間に何かの嫌な隙間がやってくるのか。いや結構思ったより力入んなくなっちゃうんですよね、本当に。いけるかな、胴体もうちょっとあったな。すごい惜しかったですよ。あの太い腕を持ってしても体全身を支えなくてはいけません。さあ意を決していった。さあ刻んでいく、刻んでいく、太い二の腕、太い二の腕、自分の体を運んでいく。さあゴール地点まで来た、最後の爪、最後の爪、反動を利用する、自分の体を振る、前後に難なく着地、難なく着地したように見えます。田中光が行きました。前人未到の第3ステージ、タイムスライダーをついに制しました。の贅肉もありません、無駄がなさすぎる山田の肉体、筋肉細胞が一点心に向かって集中していくか。意を決した山田です。互い違いに手のひらを乗せていきました。左が右手が逆手であります。さあおっと画面がしいな、ちょっと調整する、微調整する、右を出していく、おっと左を出した。このグリップの仕方はどうだったのか、これは考え始めた戦略でありましょうか。さあちょっとバランスを崩し加減でいきましたが、ブレイクゾーン、ブレイクゾーンに足をかける。心当たりの動きはやはり飛び職、あるいは大工という職についている男と違いまして、ちょっとぎこちないところもありますが、とにかく休憩したい、体勢を立て直しておきたい山田であります。普段70キロのボンベをいとも簡単に運ぶ仕事をしている山田、ストイックな怪力王がついにこのサスケに関しても目覚めてしまいました。右が逆手、左が順手、さあぶら下がりました。
10頭に10頭に前に進んでいく。さあ宙に浮く格好になっている。ここで反動をつけるか。難なく着地。最後はまさに無表情なターミネーターのような動き。後半はわずかな、かすかなジャンプジャンプを繰り返しておりました。あの作戦なんですか、手を右と左と握り方を変えたのは。そうですね、あ握るとね、こうちぐはぐになるんですけど、その辺はもう練習でもうちゃんとまっすぐできるようにしてますんで。まだ余力があるか。パイプスライダーにやってまいりました。最大の難所です。下はモスグリーン、まさにこけるしたかのような沼地。ほんのちょっとしたタイミングで栄光を勝ち取るのか、それとも沼地が待っているのか。けがりの秋山、鈍い金属が擦れ合う音、パイプに激突しました。さあそしてよじ登っていく。まさに獣の本能であります。かつて人間が木の上で生活していた頃を思い出させるような、太古の時代を思わせるような動きであります。我々は見ていて感動すると同時に懐かしい気持ちに苛まれてくるかもしれません。さあいよいよ最後の仕上げであります。秋山、毛ガニの秋山行きます。赤いバーを掴んだ、両の手は順手だ。さあ肘を曲げている、肘を軸にして、そして前後にスイングしなくてはいけない。先ほどの鉄は踏まない、一瞬交代、一瞬バーが後ろに後去り。さあここであまりバーが動かないようにしてスイングしなくてはいけないという。まだ腕の力は残る。あーっとどうだどうだ、けがにの秋山、拍手万歳。初めての第3ステージ制覇です。別に周りの人はあんまり気にならなかったですね。自分だけ力出せれば。さあ第3ステージをクリアすれば、あとはいよいよファイナルステージ、己との戦いになりました。山田意を決して出ていく。まだ腕は曲がっている。余裕があるぞ、余裕があるぞ。さあ最後の難関、最後の難関、反動をつける。まだ腕力には余裕があるように見えている。肩に負荷はまだかかっていないようだ。思いっきりジャンプしなくてはいけないぞ、距離があります。さあには吸い込まれていない。ステージから転落するとこれは失格だ。とんでもない事態だ。腰から落ちた。お父さんが駆け寄っていく。腰をつぶ出したか。腰打った。関係者家族が近寄っていきます。これは大丈夫か。あまりの悔しさに呆然自失か、それとも肉体に激痛が走っているのか、定かではありません。これだけ振り子のように体を振って腕は曲がっていた。余裕があるかに見えたが、ちょっと右にひねる形でバランスを崩した。際のあたりで最後は転落。腰を強打しているか。後ろからです。このわずかな距離ですが、ここは嫌味なまでの距離を感じることでありましょう。椅子も出た。反動をつけて手を離すのがちょっと遅れたか。右にひねる形になってバランスを崩した。腰です。腰は大丈夫か。山田、諦めるか、あるいはまだこのサスケチャレンジ、ファイナルステージ成功を目指して続けるか、どっちですか今の心境。やらせてください。やりたい、はい、どうしてもやりたい、はい、何かを犠牲にしてでも、はい、とりあえずちょっと体を癒すことを専念してくださいね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
お疲れ様でした。相変わらず帽子を目深にかぶって順手で行くのか逆手で行くのか。おっと逆手に持ち替えた。後半は逆手勝負。そして何やら秘策を持っているという山本慎吾でありますが、ここで一瞬止まった。さあ体を使っていく。もう腕は限界か。さあゴール地点が見えてきたぞ。さあ山本慎吾、ここから一気に反動をつけていく。あーっといったいった、いきました。山本慎吾第3ステージを制しました。この腕力の墓場パイプスライダーを栄光への道しるべと変えるのか。さあ順手と逆手、右腕が順手、左手が逆手であります。ジャンプするように行く。グリーンの止まり木までジャンプするように行った。そして両足をかけていった。一瞬の止まり木、ここでインターバル。ヨルダン・ヨブチェフ、ジャンプするように特徴的にパイプスライダーをねじ伏せていきます。最後のコンセントレーションであります。そして例によりまして意地悪にそのパイプスライダーの終点からあの栄光のステージまではかなりの距離があります。そこで各選手、そして有能なアスリートたちがあの距離に任されました。さあ今度はまたしても順手逆手で、そして終点に来た。ここで思いっきり反動をつける。ちょっと後ろに滑った、バーが滑った。ここが最後の見せどころ。前後に思いっきり体を振る。バーが後ろに持っていかれないように調整する。肩口のあたりの筋肉を駆使する。そして下半身だけを振ろうとする。これはこの一流の体操選手にとっても難しい。さあさすがの二の腕にも疲労がたまってくる。一旦ぶら下がりました。腕を伸ばしました。いった、おーっといった、右の足をかけた。腕を伸ばしました。いった、おーっといった、作戦勝ちだよブチェフ。このケインの脳内、左脳の言語屋は今英語バージョンか。英語で己に語りかけたかケイン。いよいよパイプスライダー腕力のブラックホールへと歩を進めていきます。最後の滑り止め。さあ頼みの綱、シンクのバーに手をかけます。すでにかなりの疲労でありましょうケインの腕力。さあ進んでいった。まずはグリーンのバーに近づいていった。左の足をかける。さあここはうまくまとめてもらいたい。一瞬の油断も隙も許されません。さあこの止まり木から最後の料理の仕方であります。中空のケイン、無機質なジャングル、その中にたった一人佇んでいます。目を閉じた自分に言い聞かす一瞬先の未来、その成功例をイメージする。さあヨブチェフに続いてケインがこの第3ステージを制することができるか。一直線にケインの肉体。さあケインが一筆書きか、己の筋肉肉体を持っていくか。さあ下半身を振っていく、下半身を振っていく。上半身は止まってる。いいぞ、あーだいケインの雄たけび、ケインの雄たけび。あのショットガンタッチ成功の際のあの雄たけびが見られたサスケ。さあ下半身を振っていく、下半身を振っていく。上半身は止まってる。いいぞ、あーだいしヨブチェフに続いてサードステージ、これを決めていった。力全部出して、うん、必ず完全制覇します。頑張ってください。おめでとうございます。いよいよ最大の難関パイプスライダーが完全に立ちはだかっております。
ここは腕力のブラックホールと言われています。そして第3ステージのあの栄光、真紅の絨毯目の前に開けておりますが、そこに行くまで非常に短い距離にして長い距離、呼吸を整えています。順手で行くか、一瞬考えた、また順手に戻した。さあ栄光の舞台への片道切符、その短い旅路に出た、足をかけていく、前半クリア。さあ上空で人心地つく、いよいよパイプスライダーをねじ伏せてファイナルステージへの切符を手にするか。長野、どこかで山田が見ています。死と仰ぐリタイアした山田が見ています。さあ出ていった、第3ステージ栄光の舞台、ステージは間近だ。順調に行く、順調に行く。さあ最後だ、ここの決めどころ、己の体を前後に振る、かなりの距離がある、ここだ、ここが決めどころ、男の少年だ、男の少年だ、男の少年だ。わずか数センチ距離が足りなかった。未体験ゾーンだけに爪が甘かったか。このパイプスライダーはいけると思ったんですけどね、案外離れてましたね。お疲れ様。いよいよパイプスライダーへの旅路であります。第6回のサスケ、パイプスライダーで大粒の涙を流した山田、山田が流した無念の涙、その涙の粒子もこの地獄の池には溶けています。それを一度水に流して、新たな旅路、パイプスライダー、サスケの亡者たちが流した涙、それがにじむ池、それを下方に見ながら、あくまでも山田の目線には一本のパイプ。第3ステージ腕力サファリのメインディッシュ、パイプスライダーが幕を開けます。名橋止水とも言うべき水面、あの沼地、山田の心境もそうか。さあ飛び出していった前半の旅に、斜めにかじんだ、しかしながら間もなくグリーンのパイプに右の綱をかける。パイプにすがって一瞬の小休止、延べ人数1000人目、威信がかかります。かつて人間は木の上で生活していた、悠久の時が流れて進化の果てにこれだけの文化文明を築いてきた人類、それがまるで先祖返りするかのように、この人工的な鋼鉄のサファリの中で今突き進む男がいる。山田勝美36歳、闘争本能、狩猟本能、これを全身に込めて、腕を鍵型にして順手下がって、あとはこの嫌な距離、どう反動をつけていくか、前後に振っている、どう反動をつけるか、この嫌な距離を制してもらいたい山田。闇夜に山田一人ぼっち、どう悔しさの波紋が広がっていく沼地、またしても山田が泣いているのか。かつては反転するように陸地に転落していった山田が、右の足をかけながらも結果的には沼地、亡者の住む沼に吸い込まれた。第10回サスケファイナルステージに誰も手が届かず、闇夜に山田一人ぼっち、どう闇夜に山田一人ぼっち、どう
の街ナンバー1000。その山田が今ようやく地上に這い出してまいりました。山田さん、お疲れ様でした。ちょっと余裕あったんですけどね。山田さん、はい、まだ整理はついてないのは分かるんですけども、はい、今後どうしますか。これだけは言えることなんですけど、はい、俺には さすがしかないんですよ。そうでしょうね。なんで自分の気持ちの続く限りはずっと挑戦続けたいっていう気持ちは今でも持ってるし、多分これから先ずっと変わらないと思うんです。今後の検討を期待するしかありません。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。すいません、申し訳ないです。新作動画続々公開中。チャンネル登録よろしく。